ムツは、すずきめ、むつに分類される魚の一種、肉食性の大型深海魚で、食用に漁獲される。漁獲された際は、同族のクロムツ、エスジールベキとの違いは、鱗など判明しづらく、混同されることがある。しかし、ムツと、クロムツは同じトガの魚で、外にも和妙に、ムツとつく魚は多い。平成19年7月水産庁魚介類の、 名称のガイドラインについてで、銀物のムツという表現を禁止している。他のムツについての記載はない。制魚は全長60センチメートルほどだが、1メートルを超えるものもいる。体は防水系の体型で、目と口が大きく発達する。糞は前方に尖り、下顎が上顎より前に出て、顎には鋭い剣歯状の歯が並ぶ。幼魚の体色は赤色、褐色だが、 生魚は全体的に四国色となり、複側が銀海色を帯びる。また、養魚の口の中は白いが、生魚の口の中は黒い。インド太平洋とアフリカ南部沿岸の大西洋に分布し、日本でも北海道以南で見られる。生魚は沿岸から沖合までの水深200から700メートルほどの深海の岩礁域に生息し、宮間や大陸放射面などの傾斜地に多い。 食性は肉食性で、小魚、頭足類、甲殻類など小動物を幅広く捕食する。産卵期は生息域の水温が上昇する10から3月で、この頃には、生魚が水深100メートル付近の浅場まで移動する。分離浮き性卵を産卵し、孵化した稚魚は流れもにつく。稚魚は海岸部の岩礁や内湾の藻場で見られ、タイドプールに入ることもあるが、 成長につれ深場に移る。生後3年、全長40センチメートルほどで生成熟する。六能を、六目、つ、からず、持つ、クジラ通し、目張り、靴五郎、黒鉢、赤靴、金つ角口など、地方名は数多い。仙台での地方名、六能は、領主のつ守るに遠慮し、つを、六に置き換えて、呼ぶようになったと伝えられる。釣りや、 深海底引き網などで漁獲される、大型魚で引きも強いため、深海釣りの対象として人気がある。釣り場が重複する、メバル類などを釣る際に、鋭い歯で、ハリスを切られることもある。繁殖を控えて、朝場に移る冬が旬とされ、この時期は、寒、むつと呼ばれる。身は、脂肪が多い白身で、油が多い様を表す、むつ、濃い、むっちりなどの言葉が転じて、 むつという名前がついたとも言われる。刺身、煮付け、鍋料理、味噌漬けなどに利用される。また、卵巣は、むつごといい、たらこに似た味で珍重される。食料として見た場合、黒むつの体内に含まれる、微量の水銀に注意する必要がある。厚生労働省は、黒むつを妊婦が、接触量を注意すべき、魚介類の一つとして挙げており、2005年11月2日の発表では、 一回に食べる量を約8 0ムとした場合、クロムツの接触は週に2回までを目安としている。ただし、EPA、DHA、タウリン、アスタキサンチンといった抗酸化作用予防物質を含んでおり、栄養士、医師などに相談しながら適切な量を取ることも促している。ムツカは全世界でも一族3種が知られるのみである。クロムツ スコンブロープスジールバティ全長1メートルほど、和名は、ムツよりも体色が黒っぽいことに由来し、カラスという地方名もある。他にも上顎の葉の数が少ないこと、鱗が細かいことでも区別できる。北海道南部から本州中部までに分布し、ムツよりも北に偏った分布を示す。また、産卵期は3から5月で、ムツより遅い、生魚はムツと同様に、 水深200から500メートルほどの深海に生息し、巨峰や用途も、ムツと同様である。S アキアレイトス S アキアレイトス全長を1メートルほど、大西洋西部に分布する。ムツとは分類が異なっていても、よく似た深海性の大型肉食魚の和名に、ムツがつく場合がある。また、ムツに似なくても、和名や地方名に、ムツがつく魚もいる。ありがとうございます。